はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの M3 と並んでですね、大変人気のライカ M 型、レンジファインダー、フィルムカメラボディ、ライカ M4 ですね。はい、M4 ですね。はい、シリアルが1252602ですので、1970年のドイツ製ライカ M4 ということになります。露出系のついてないですね、完全メカニカルなレンジファインダーのフィルムカメラ M 型としてはこれが最高峰と言われていますね。非常に人気の高いモデルになってますので、ぜひチェックしてください。はい、では外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、大変美品と言っていいと思います。こういう軍艦部にですね、大抵こうスレとかですね、見えたりするものなんですけれども、この個体はほぼほぼないですね。こういうところに線が一本ちょっとこんな風に見えるぐらいで、当たり凹みとか、スレとか、引っかいた跡なども全く見えずに非常に綺麗ですね。金属ストラップの跡なども全く見えませんね。アイレットも削れてませんし、フロントも綺麗ですね。こういうダイヤル部分の突起のメッキの摩耗なども全くないですね。はい。非常に綺麗です。バックドアももちろん塗装綺麗ですね。はい。アイピースも綺麗。はい。このシンクロのですね、この、キャップもついてますし、底蓋も綺麗ですね。こういう細かいスレはちょこちょことありますけれども、落下して当たったりとかですね、三脚の跡があったりとか、地面に置いてガリガリってやっちゃったような跡も全くないですね。非常に綺麗な状態だと思います。針側もこうやって剥がれたり、欠けたりしやすい部分もしっかりと、全体的にしてまして、はい、針側も 100% 綺麗な状態ですね。浮いてパキパキもしてませんし、こう手にしっくりと馴染む状態をキープしております。はい。ご覧の通りですね。外観はご覧の通り大変綺麗な状態ですけれども、一応ですね、客観的にこうご確認をいただけましたらと思います。はい。で、続いてファインダーですけれども、ご覧の通りですね、曇りカビとか、バルサム切れなどは中に全くないですね。はい。はい。で、ただ一点なんですけども、このファインダーのこの手前の接眼部のところにですね、ちょっと傷がありますね。はい。覗いて全く見えないので傷、気になることはほとんどないんですけれども、こう遠目で見たときにですね、こう、目につくので、一応ご留意ください。はい。もちろん撮影にですね、難はなったりしませんね。あ、こうフロントから見てもちょっと見えるかもしれないですね。はい。まあ、ほこりとかゴミが入ってるのかなと思ったんですけど、これ傷みたいですね。はい。ご利用ください。はい。覗いても全然気にならないんですけどね。はい。でもって、ブライトフレームですね。このフレームセレクターとレンズの脱着によってしっかりと可変してまして、かすれたり見にくくなったりもしないで、しっかりと可変してブライトフレーム見えております。でもってピントの二重像もくっきりはっきり見えておりまして、ピント合わせ、フレーム、フレーミングともに何のないしっかりしたクリアなファインダーになっております。もちろん縦ずれもないですね。はい。では、シャッターをチェックしていきたいと思います。はい。シャッター、低速の1秒から見ていきます。はい。これ1秒ですね。はい。しっかりと、はい、安定して切れています。はい。続いて2分の1秒です。2分の1秒もいいですね。はい。軽く、はい。非常に軽快に切れてます。次が4分の1秒ですね。はい。いいですね。しっかりと可変して動いておりまして、はい。低速、シャッターに、シャッターの粘りとか、膜の遅れなどないのがお分かりいただけます。続いて、125分の1秒、中速のシャッターですね。はい。シャッター音が変わりまして、はい。こちらも軽快に切れてますね。はい。で、この巻き上げですね。もうですね、こう、非常にですね、滑らかに、こう巻き上げてまして、このライカの M 型特有のですね、非常に滑らかな巻き上げをこう堪能していただけますね。はい。非常にいい感触です。でもって、
セルフタイマーですね、をチェックしていきます。このレバーをぐっと下まで下げてもらって、このスイッチでスタートいたします。途中で弱くなったりしないでですね、スムーズに動いております。はい、ここでシャッター切れて、はい、最後までしっかりと動いております。底蓋を外していきます。底蓋外しても、中身に金属の腐食、サビ、汚れなどないのがお分かりいただけます。バックドアの開閉も、はい、問題ないですね。レールのサビなど、素材の劣化、サビ、汚れもありません。じゃあここで、はい、1000分の1秒、高速シャッターをチェックしていきましょう。はい、一瞬ですけども、きっちり、はい、1000分の1秒も空いてますね。はい、ということで、低速から高速まで、シャッターに、はい、全く問題はない感じです。底蓋もしっかり閉まってて、ここもきつすぎたりとかですね、緩かったりしませんね。付属品がこちらのボディキャップです。それと、本個体ですけれども、はい、熊本の中村光学様にてオーバーホールを施していただいております。まあ、シャッターとかですね、まあ、カウンター巻き戻し、ファインダー距離計と、シャッター膜とかですね、ブレーキの交換など、一通りについて、分解整備、清掃調整を施していただいております。動きとしてはもう完璧な、ライカの M4 になっております。はい。しかもですね、外板、外観も大変備品の個体になっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。